はい、こんばんは、森吉です。6月26日日曜日、中京競馬場ではですね、G3CBC 賞、こちらが行われます。こちらの見解を早速いっていきたいと思います。こちらですね、枠順すべて、確定した上で予想しているものになります。本命はですね、非常に悩んだんですが、2番のエイシンブルザイから、にしました。正直ですね、面白みがあまりないレースだなというのが、個人的な感想ですね。オーシャンステークス、勝ちっぷりがですね、非常に鮮やかだったものですから、やはり、高松宮記念も、後ろからという競馬ですね。ただちょっと馬場が特殊すぎたということも考えて、5着は、そこそこやれたなという方かなと思います。この馬の場合はですね、もともと2、3番手につけて押し切るような競馬もできる馬で、開幕週ということも考えるとですね、やはり内枠で前に行ければですね、このメンバーだったら普通に2、3着来るだろうなと、いや失礼しました、1、2着は普通に来るだろうなというふうに思います。ただですね、やはりいい足をここ2戦石橋周期で使ってるもんですから、下手に色気を出して、ちょっと何ていうんですかね、後方一気狙ったりすると届かないと、いうシーンもあり得るのかなと思います。なのでちょっとあまり正直ですね、このレース購買意欲っていうのはちょっと湧かないといえば湧かない感じですかね。で、対抗ですね、10番のシンデレラボーイにしました。この馬ですね、何より、左回り中距離、とにかく走るんですね。ここ2走なんかは非常にですね、いい内容で、力をもう完全につけてきてるなと。お母さんですね、クリスティということでですね、短距離はやはり、短距離志向で、いいかなという気がしますね。54キロっていうのも、天頃だなという印象です。オッズ次第ではですね、こちらからちょっと穴っぽく入ろうかななんていうふうにも思っていたんですけども、ちょっとやはりですね、重賞初挑戦という部分でですね、割引きました。で、3番手9番サドンストームにしました。この馬ですね、今年に入ってからですね、芝のレースでは非常に安定してるんですよね。ちょっとそれにルメール騎手っていうことでちょっと人気がですね、やはり、出てしまうのかなという気がしなくもないんですけども、今年、崩れたのはダートの、中京のダート戦ということを考えるとですね、このレースリピーター結構来ますんで、このレースでも、上位進出普通にあるのかなと。で、それから、実績は、スノードラゴンですね。高松の宮記念の時のような、異常な高速馬場でなければですね、58.5キロでも格好はつけるだろうと。で、11番レッドファルクスと、この馬もですね、最近ダートばっかり使ってるんで、ダート馬っていうイメージがあるかもしれないんですけども、10オープン勝ちを決めたのはですね、この中京1200なんですね。ただですね、これもデムーロ騎手騎乗ということでですね、あまり人気的にオッズ的に面白くないのかなという気がしなくもないですね。でも一応ですね、穴候補としては脇のブレイブ、この馬にしました。ちょっと走りどころこの馬も難しいんですけども、今までですね、東京コースとかでも走ってますし、左回りがダメということはないと、むしろうまいんじゃないのかなというふうにすら見ていますと。この辺ですかね。5番のベルカント、上位人気、確実かとは思うんですけども、牝馬の遠征帰りと、それからやはりですね、坂のあるコースはよろしくないということを考えるとですね、内枠で、多少やはり人気すると思いますんで、この馬は最低でも切りたいなというふうに考えました。はい、簡単な結論ですけども、エーシンブルザイ、前に行ければという条件付きですけどもね、乗り方一つだと思います。で、対抗はですね、勢いと中京適正からシンデレラボーイ、これを取り上げました。で、リピーター要素、サドンストームですね、イカレットファルクス、スノードラゴン、穴はですね、左回りでも十分に走ると、むしろこっちの方がいいんじゃないかとすら思う脇のブレイブ、これを穴というふうにしました。おそらくシンブルズは1番人気か2番人気、かなという気がしますので、オッズと相談という感じになりますね。ワイドで10倍以上つく組み合わせであればワイドと、そんな感じでいいのかなと思います。
で馬連でもですねあまりつかないような場合であれば、まあ私はですね一応エイシンブルザイからも行くんですが、シンデレラボーイからも、ちょっと単勝を含めてですね、この相手にまあ4頭ですね、エイシンブルザイ以外の4頭にシンデレラボーイからも、ちょっと馬連ワイド買ってみたいなと、まあダブル本命的な買い方になりますかね、ちょっと点数増えるんですけども、これであれば十分に元が取れるかなというふうに思います。予想がですね参考になったとかですね、まあ、あるいは面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録等していただけますとですね、非常に励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。では CBC 賞の見解については以上となります。